はい、ズキです。それでは本日はゲーミングスマホ ROG フォンのギアの一つツインビュードックを開封していきたいと思います。以前募集しました ROG フォンをプレイしてズキの代わりにドンカツを取ろうと、簡単に言うと上手い方に ROG フォンでプレイしていただいてそのポテンシャルを引き出してもらおうという企画ですが、おかげさまで今3名様が確定しまして、もう1名様調整していますので、 ROG フォンで見せる本当のプレイといいますかゲームプレイを楽しみにしていただければと思いますが、本日はこのツインビュードックを開封していきたいと思います。では早速開けていきましょう。ズズズズズ、うん、かっちいな。ペリ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 、スススス、わあすごいっすね。 3DS よりねやっぱごついっすね。カチャンと、はい、本当にね2つ目のスマートフォンがここに隠されてるみたいですね。同じデザインですね。箱の中身は多言語の分厚い説明書、説明書以外は入っていません。この説明書の中にワランティーカードが入っていました。絵で見る説明書にはアンロックして上に上げてスマホをセットしてロックしてアンロックしてくださいとなっています。ではこのファンを取り外してセッティングしてみたいと思います。アンロックしてよいしょ、持ち上げて、そして ROG フォンのこのコネクタ部分を刺して、そしてよっ、刺さった、おー来ました。ファームウェアアップデートがありますのでアップデートしたいと思います。それではファームウェアアップデートが終わりましたのでもう一度付け直したいと思います。硬い。下の画面にも通常のスマートフォンと同じアクセス許可画面が出てきます。いやーかっちょいな。このようにインストールされているアプリが表示されます。位置が関係するアプリをご利用の際に現在位置が不正確である場合は電話機を傾けてスマートフォンを傾けて8の字を書く動作を3回繰り返しコンパスをキャリブレーションします。それでは早速 PUBG モバイルやっていきたいと思います。はい、今 PUBG モバイルをプレイしてみましたが基本的には2画面で操作するということはできませんでした。何か設定方法があるのかもしれませんが、まあ、例えばこの操作画面を下に持ってくるとかですね、そういうことができればよりプレイしやすくなるかなというふうに思ったんですが、当たり前ですがそれについてはアプリ側が対応しないと難しいのかなという気がします。そしてもちろん下画面で起動すれば下画面でプレイすることはできます。そして現時点で分かっている最大のポイントは、はい、このように違うゲームを2画面表示させることができるという点です。このツインビュードック最大のメリットは2画面とも表示しているアプリがアクティブのままということです。以前ドコモの変態スマホ MZ-01K で検証した時にはどちらかの画面をタップしてしまうとどちらかの画面は非アクティブになる、2画面が同時にアクティブになっていることはないということでしたが、このツインビュードックであれば2画面ともアクティブということになるので、まあ、上手い人であれば荒野行動をプレイしながら PUBG モバイルもプレイできるということになります。ちょっとねうるさいので片方落としますが、ですので現時点でこのツインビュードックを使う最も適切なやり方は下でゲームプレイをしてその配信をしながら上でその配信をしているコメントをチェックしたりと、あるいはプレイしているゲームの情報や動画を上でチェックしたりというような使い方になるかなと思います。ちなみに下の画面でアンティスベンチマークテストをすると295,073ということで、前回単体でやった時は304,000でしたので、まあ、1万ぐらいスコアが落ちていますが、まあ、これは誤差の範囲かもしれません。次回以降ねもう少し掘り下げてやっていきたいと思いますので、詳しい設定方法をご存知の方、あるいはこんなことやってみてっていうご質問があればどしどしコメントいただければと思います。それでは外観を見ていきましょう。いやすげえな。これがロッカー、ロックするやつですね。ここが SD カードスロット、
そして USB Type-C ポート、そしてこれがいわゆる LR ボタンです。ここに音量ボタンがあって、こちらがオーディオジャックです。中のディスプレイはスピーカー、そして電源ボタンで、ここのランプは電源インジケーターとのことです。なお総重量ですが、はい、約 630g ということなので、持ってゲームをプレイするには少し重いかもしれません。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。